教習寺は、大阪府高月市、芥川町にある浄土新州本願寺派の仏教寺院。本尊は、阿弥陀如来である。一層寺伝によると、1287年、当時の先祖である、田淵久米教習が、新蘭聖人の弟子となり両仙と、奉納し、自宅を寺に、改めて改装したとされ、後に、聖人の直後にちなんで、 教習寺の称号を与えられたと言われる。その後、道具が大破し、1692年に再建された。1734年の芥川宿絵図には、草吹屋根の家並みと共に、河原屋根である当時及び本人が描かれている。1907年に改修されており、その後、2008年に本堂が修復された。田淵家の先代が、 門前の西国街道に市場を建て、伝業大使がたまたま道家に泊まられたので、市場の繁栄を祈る守護神を絶望。大使は、一夜のうちに、エビス、大国の立像を彫刻されて与えた。喜び自定の傍らに宮を建てて、市エビスとして崇めると、霊言一しく市場は大いに繁盛した。その後、衰退し、田淵良千が教習寺の守護神として崇めていると、 ご身体が盗まれ、エビスは数日後に戻るものの大黒天は戻らなかった。神直により石を収めて、石大黒としていると、その石は分身して、上京の頃には2個、強法の頃には5個となり、ついには7個となった。これにより安山の宮と呼ばれるようになったという、ありがとうございます。